さてこれからいよいよ81キロ級の決勝戦が行われます。81キロ級ご覧のように画面の左側日本中央競馬会の滝本そして警視庁の哲也この顔合わせとなりました。この81キログラム級冒頭で、上村さんからお話ありましたけれどもあの古賀俊彦選手が2年4ヶ月ぶりに、公式戦に出場しました。それではその古賀選手の全試合を VTR でご紹介しましょう。本当に久しぶりの公式戦ということになるわけですが1回戦この日本道路講談のオツジに優勢勝ちを収めました。立ち上がりちょっと硬さも見られませんでしたか。そうですね、確かに2年ぶりということもありますが、ただ相手も結構くせ者が当たってるんですね。なるほど、さあそして続いて2回戦になりますがこちらは筑波大学の坂本直人1回戦優勢勝ちで勝ち上がりました古賀。この筑波大の坂本に対しましても小内狩りですか。そうですね、小内狩り有効です。はい、優勢勝ちを収めて2回戦を突破しました。さあ観客の期待が膨らむ中この選手一つのハードルでしたよね。そうですね、はい、最近伸び盛りの友内ですからね。その友内からまずはこれ相手の背負い投げをですね、コストがで切り返して投げてるんですね。そういう、カウンターといいましょうか非常に素晴らしい切りを見せましてまたまた優勢勝ち3回戦突破していきました。さあそしてプールファイナル準決勝になるわけですがこの哲也龍造、ちょっと最後バテ気味も見えたんですけれども最後の最後まで古賀気を抜かずに攻めていったという申し上げてよろしいでしょうか。そうですね、はい、ご覧のように最後旗判定主審のみが古賀を挙げたんですが判定2対1で古賀が準決勝敗れてしまいました。そして3位決定戦にはセコムの中田と対戦します。この中田この選手も非常にまた実績のある選手なんですけれどもね。ただ相手の内股をよくですね透かして一本背負いで投げてますね。はい、結局中田が優勢勝ちで3位にはなりませんでした。自分が今回臨むにあたって一つの大きな課題が、やっぱ自分の中にあるその弱気な自分というものをどう練習や試合の中で打ち勝つことができるかっていうものを課題にして、やってきたんで、内容こそ全然でしたけど、なんとか自分の中でその都度打ち勝ちながら、戦えたような気がしますということだったんですけれども、オリンピックでね一緒に、頑張りました田村さんなんですけれども、はい、今のご覧になってていかがでしたか。そうですね、本当に古賀先輩の姿を久しぶりにこの柔道着姿を、はい、拝見させていただいて、でもそのまた新たに頑張るっていう、若い時代からスタートが早かったので古賀先輩の場合は、だからそういったところをどういった試合をするのかなって今日本当に楽しみにしていました。ただ今こうやって表情を見てますと満足感はありますよね。そうですね、でも先輩負けず嫌いなんでどうですかね、納得はしていないと思いますね。そうですか、上村さんどうでしょうか。思ったほどね体動かなかったんじゃないかと思いますね。でも立派です。そうですか。さあ